越前町は、福井県嶺北地方の生誕、日本海に突き出た越前岬のある町。古くから越前焼陶器の産地としても知られ、数多くの窯元が道町に所在する。断崖の海岸が続く越前地区の東に、標高500メートル前後の乳山地を隔てて、独立した盆地となっている小田地区があり、ここから川の下流へ進むとた庭の宮崎地区を経て、 朝日地区の東端部にある役場周辺は、鯖江盆地と一体の平坦地となっている。福井県従来は、越前町を東西に貫く国道417号線によって、越前海岸から鯖江盆地へ活発な物流や多くの交通量があり、現越前町役場が位置する旧朝日地区は、福井市、鯖江市、越前市に交通の便が良い土地として栄えた。また、 昨今は、旧朝日地区に、朝日南部工業団地が造成され、県外からの企業誘致も、積極的に行っている。町賞は、アルファベットの E をかたどったもので、かつての越前町の町長と異なる。宮崎コミュニティセンター、越前コミュニティセンター、小田コミュニティセンター、越前町から選出される、福井県議会議員の定数は一議席である。現任期の満了日は、 2022年6月30日である衆議院越前町は、鶴ヶ市、小浜市、越前市、鯖江市、今立郡池田町、南城郡南越前町、三方郡三浜町、大井郡高浜町、大井町とで構成される福井県第2区が選挙区となる。なお、当選局の衆議院選挙比例代表区、選出議員については、 比例北陸新越ブロックを参照のこと。参議院越前町は北陸新越ブロックに属し、福井県選挙区は参議院一陸の一つ。また、現行制度の比例区は参議院比例区を参照のこと。漁業、編集有効都市級、越前町と有効都市提携姉妹都市級朝日町と、旧大和郡世高町長姉妹町縁組、有効都市級朝日町と、 有効都市て形定形都市このほか小田信長ゆかりの自治体の集まる、小田信長サミットに、旧小田町から引き続いて参加している。町内を鉄道路線は通っておらず、最寄りは、福井鉄道、福武線新名駅。廃止路線、編集町内唯一の鉄道路線であった、福井鉄道サバウラ線は1973年までに、すべて廃止され、 以後の公共交通機関はバスのみ。旭地区の役場近くにある西田中バスターミナル。小田地区の小田バスターミナルセンターは、鉄道駅の跡地を利用したバスターミナルとなっており、多くの路線が発着する。隣接市と越前町との間に、越前武雄駅、新名駅、福井駅からのバス路線がある。西田中バスターミナルからは、新明駅まで約十一分、県庁のある、 福井駅前まで約40分。越前岬は福井駅前から約1時間5分。町内総合間においては越前町コミュニティバスフレンドリー号も利用できる。一般国道町内を走る一般国道国道305号国道365号。 国道417号県道町内を走る県道、福井県道3号福井大森港の線福井県道4号越前、宮崎線福井県道6号福井4が、浦線福井県道19号竹尾米の線福井、県道28号福井朝日武尾線福井県道104号、桜田線福井県道184号、別所朝日線福井県道187号寺、朝日線福井県道 鳥粉岩、鶴木神社珍しい地名左遊越前町の市街局番は料金単位区域と同一の範囲を持つ0778で統一されており以下の区域への通話は市街局番不要かつしない通話料金が適用される。なお NTT 西日本による究極区分は2級局である。周廃郵便局、周廃区域 郵便番号の順に記載越前町役場周辺には飛び地が多数存在する。中には家一軒分だけの面積の飛び地や、飛び地の中にさらに別の飛び地が存在した状態になっている場所もある。これは2005年1月までの越前町のデータである。地方公共団体コードは旧越前町も越前町も同じだが、新設合併であるため、 旧越前町と新越前町は別の自治体である。ありがとうございます。